はい、ということで、うん、この中にまずこういうケーブルが入ってます、はいはいはい、これかなり短くなっちゃったんだけど、うん、ほとんど使ってるから、うん、これとあとレンチ説明書細かく書いてくれてるんですよ。誰でも作れる、誰でも作れる。あとこういう風に入ってはいないんだけど、うん、これの組み合わせが66で入ってました、うんうんうん、だからこれ買えば誰でもすぐに作れちゃうんですよ。いやーやってみちょっと気持ち変わるから。わかんないよ、聞いてる人はわかんないよ、うんうん、あでもそういう感じなのね。聞いてる人はわかんないくらいの気持ちはあるんだ。分かっこいつ親指でのパッチケーブル使ってるみたいなことには気づかないでしょ。そうだね。いやだから音だけ聞いてさ、あー親指での音だねーみたいな。いやなんだなんだなるほどなるほど、なんそうではないけど、うんうんうん、ね、こういう注意事項とかもね、切断した時ケーブルって潰れちゃうんすよ、うん、こうやって、はい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 、本来、うん、切ると、うん、この上の状態で潰れちゃう、圧力がかかる。なるほど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 。で、うん、それを指でグリグリして丸くしましょうって。あ、なるほどね、さっきの銅の新線がね。そう、へえ。っていうのがこれ入ってて、うん、でじゃあ早速ちょっと作ってみようか。はい、で今回作るポジションとしては、うん、この G スポットが入ってるここだね、ここの、うん、このエフェクターの、うん、ここからここまで、はいはいはい、お作っちゃう、お今から作る、おーマジっすか、今からちょっとお願いします。で、ソルダリス作るときに必要なのが、うん、まず、まあ、ペンチ、うん、さっき の、うん、箱に入ってる内容と、うん、ペンチと、うん、あとメジャー、うん、あメジャー、うん、あーなるほど。メジャーでまず、うん、大体およそ長さを測ります。インからこう測って、うん、大体まあこんなもんだろうなーって、あーなるほどね、こんなもんだろうなーって、うん、そうだね、こんぐらいあれば大丈夫かな。20ぐらいかね、うん、そんでさっきの違うで、まあここで長さを、はい、調節して、うん、でちょうどいいところでカット、うんうんうん、これ、測り方なんだけど、うん、これね、面白いのが、うん、これ見るとね、ちょっと開けるね、うん、本当はこれ、ペンチで開けちゃいけないんだよ。こうなってるよ、導線を、この線をね、ここに入れて、うん、で、上からこう回していく。あー、はい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 、要するに、こう入れて、で、こう回していくよ、うんうんうん、だから、測った時にちょっと余裕を持たせてないと、うん、ここの分もね、ちゃんと加味して、ああなるほどなるほど、測らないと失敗しやすい。っていうかそれだけなの、シールド、あ、なるほどね、カチャッとはめてグリグリッと回して、そう、終わりなんだ。あ、それは知らんかった、超簡単だね。確かに、もうこっち側つけちゃうと、うん、ここに入れて、うん、こいつを、うん、こいつをね、うん、ここに入れて、うん、で、
これで、あとはあのレンチで、レンチで、あーなるほど、きつく巻いていくっていう。あ、それは簡単だわ。いや、なんかタッチケーブル作りってもっとなんか今日こいつハンダ持ってきてねえなって思ってたの。いや、ハンダいらん。ハンダ持ってこない、できるのかよって思ってた。ハンダいらん。あ、本当にもうそんなんでいいの？これ親入れのすごいところが、あの本来パッチケーブルってネジで止めてくんよ、ドライバーで。あー、なるほど。ドライバーを入れて、ドライバーをここにあのネジを入れて、ドライバー巻いていくことによって中にね入ってくんよ。そこで、噛み合わせる。なるほど。けど親入れの場合、これ見るとここで噛んでるんよ、中に。ああ、なんか分かる。歯で噛むような。これね、ちょっと待って。歯で噛むような感じだね。はいはいはい。なるほど。はあ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 。これ特許出願中らしい。マジか。わかんないよ、確か。そのレベルで、でも、すごい。これを採用してるとこって、本当に親入れだけで。これでもう OK ですね。これでもう、おー、すごい、マジか。完成。へえ。で、さっき、いくつだっけ、あんま見せれないんだけど、これもうないからさ。で、あとまあこう切って、で、先潰れてるから、ああ、なるほどね、普通に切ったらね。これね、グリグリやんないで、ここで丸くしてる俺。ああ、はいはいはい。それでちょっと揉んであげて、そう、で、真ん中に来るようにするんだ、その新さんがね。っていうのが作り方ですね。なるほど。簡単っしょ。そうだね。めっちゃ簡単でしょ。いや、思った以上に簡単だった。確かにこれは俺でもできそう。なんかハンダ付けできないとかって言ってた。そう。おじいちゃんに頼む。そう。じいちゃんにね、持ってって。やってもらってましたね。じいちゃん、ハンダ付けしてくれるわっつって。でしょ。それしなくても作れちゃうっていう。なるほど。で、これね、いいところが、使い回せるんですよ。あー、なるほど。あ、なんかちょっと変えたいな、長さ長すぎたなってなったら緩めて、噛み合わせてる状態だから、噛んじゃってるから、ちょっと緩くこういうふうにやってあげると、この歯がどんどん開いていくから、なるほど。こういうふうにやっていくと、歯が開いていくんで、それで抜いて、長さ切ったり、近くしたり切ったりして、調節っていうのができる。短くする方向では、結構いくらでも調節効くんだね。そう。確かに。それ便利だよね、結構。だエフェクターボードが変わった時も、そうなんですよ。またバランスの今は作り直せるってことだね。そうなんですよ。でも、ここがやっぱ音にね、一番深く関わる場所なんだもんね。このソルダレスケーブルを使うってことは。まあ、あと作ってて楽しい。シンプルにね。シンプル。秘密兵器製造みたいな。前ではない。違う。